はい、昨日コンピューターがダメになってこのノートで配信を初めてしました。で、ちょっと音声がですねプチプチいったりして、あまりいい状態じゃなかったので今日もいろいろやってみましたが、生配信中に音声が切れてしまいました。これがね、何かっていうと、YouTube から直接配信する方法を初めて試してみたんですね。今までは、途中にエンコーダーといってソフトをかませている状態ですね。OBS というのを使っていたんですが、昨日音声が悪かったっていうのは多分接触かなと思っていたんですけれども、今日いろいろいじっていたらですね音声が出なくなっちゃったんですね。OBS がマイクを要求していますっていうのが出て、許可しないってやっちゃったそしたら出なくなっちゃった、許可すればよかった。そしてさっきは、YouTube の方がですね許可を求めたので OK をしたら音が出るようになったんですが、なぜかしらわからないんですけれども途中で、音声が出なくなっちゃいました。いろいろ試しながら配信してたのがあだになったかな。一度も出たらそのままやればよかったですね。さあ、昨日の夜中古の Mac を注文しました。お金もクレジットカードで払っちゃいました。なので明日か明後日ぐらいには届くかな。届いてくれ、頼むよ、仕事もしたいよ。ということで今日はそういうご報告でした。生配信の方も最初の30分で終わっちゃいました。はい、壊れてしまいました。この iMac 今は階段の上にですね、もう置き場所がなくてかなりでかいですね。やっぱりこれ、次の Mac の到着を待っている状態です。そんな中またプレゼントが届いてしまいました。何でしょうか。何でしょうね。とりあえず一旦取り出しましょう、はいはいはい、あ、すげえのが届いた。あ、爪切りしたいねって今日言っていたところ。そうだね、そう、うちもね一応あるんだけどまだ変えてないんだよねで、だいぶ古い爪、すごいことになっているような予感、はい、古い爪切りだからね。さあ、じゃあ一つずつ開けていきましょうか。じゃあ誰かが一番最初に出てきたこれかな、はい、よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ、はい、かわいい袋に入っています。あ、なんだ、あ、クリスマス仕様、クリスマス仕様だ。ちょっとでもかわいいねこれ。うん、今日のシール貼ってある。はい、今日のシール貼ってあるな。この袋いつも思うんだけど鳥さんがいっぱいでかわいいよね。あ、これなんか色違いでこっちもブルーで、いろんなのに使えそうだね、うん、はい、猫のマークの、あのご飯を止めておくクリップ、はいはいはい、なるほど、うんうん、これありがたい、ね、うん、ありがたいね。カリカリを止めておくやつね、はい、湿気させずに置けます。ありがとうございます、はい、よいしょ、シールが、あ、きれいに取れた、シールきれいに取れました。あ、食器洗い、あ、動物さん用のにゃんこ、ワンコちゃん用の、あの意外にね、うん、チュールが固まると取れにくい。あ、あとね、あのにゃんこはね唾液がね結構なんかニュルニュルするのね。そのせいなのかな。そう、なんかねぬめりがね、うん、取れるんだよね。結構たわし系じゃないとカリッカリになっちゃって取れなかったりするね。あ、それはねつけておいてください少しこれあれだ、見て、前もらったやつのちっちゃい、あ、でもちょっとなんか触り心地が柔らかくていい感じ。
気持ちいい。まるでケンタッキーフライドチキンのお店みたいなやつが。じゃあこれちょっと可愛い箱に入れてみようか。そうだね。うん、可愛い。ジャンクン用とポンちゃん用みたいになってます。はい。はい、そしてこっちはクリスマスプレゼント用なのかな。これはそのまま使えるね。そうだね。今年のクリスマスに使えるね。あと何ヶ月かな。9ヶ月。うん。おやつだ。はい。国産の鳥さんの。無着色無添加。すごい、なんか立派な。フリーズドライは、ね、大好きです。大好きです。はい、どうもありがとう。すごい、これは何？あ、チーズなのかな？チーズ？ズーチーってなってるか、そうだね。そうだね。へえ。はい、また。よかったね。食べさせてみます。美味しそうだよ。そして。人間っぽいね。人間のこんなにいっぱいだろ。はい。おやつがいっぱいだ。カニパン。この間のと。あ、チョコレートカニパン。チョコ好き。この間のチョコがついてなくて、あの、うん、ちょっとビスケットみたいなクッキーみたいなちょっとちっちゃいバージョンのやつだ。うん。うん、カニパンちゃんと2つ。今なんかね、いちご系がいっぱい出てるよね、春でね、なんかね。マシュマロのいちご味。あ、美味しそうだね。これは？これもいちご味なのかな。なんだろう、キャンディー。チョコレートって書いてある。チョコレート。うん。食べてみよう。うん。かわいい顔になってる女の子の。うん、あ、ムーミンだ。ムーミン。チョコレート。ね、ムーミンのチョコレート。ミルクフィールドチョコレート。うん。うん、中にミルクなんだ。あ、そういうこと？へえ。うん。ちゃんと日本語も書いてあるから後でちゃんとよく見て。フィギュア入りって書いてある。なんだって。ムーミン。これは。すごい。気がついたら。これがいくつも買われていることになりそうな気がする。大丈夫、うちあの近くにあれがないから、うん、前のうちの時はね、うん、あの、あったんだけど、この辺には見たことない。やった、ドライフルーツ。あ、ドライフルーツ美味しいよね、私、うん、特にこれは好き。あ、ちょっとあのいい組み合わせだね。そうだね、結構贅沢。はい、贅沢贅沢。そしてこれは筆箱かな。え、お箸じゃない？お箸入れか。うん。ああ、スプーンと。懐かしい。お箸。ね、なんか。ということのようです。お弁当を持って行った頃にね、うん、こういうの使ってたね。懐かしいです。はい、そしてちょい混ぜマドラー。ああ、なるほど。これはね、混ざりがいいっていうやつだね。そうなんだ。あの、なんだっけ。カップスープやインスタント味噌汁の。かき混ぜにもって書いてある。まあそういうやつだね。うんうん、私よくね、お味噌汁作るときにお味噌を溶くのにちっちゃいやつを使ったりとかしてるんだけど、うん、なんかこの感じがね、なんていうの、平たくて幅のちょっとあるやつだから、うん、そういうところでいい感じなのかもしれない。そうだね。うん、混ざりやすいっていうことだと思います。うんうん、ありがとうございます。そしてこちらさ、なんかいっぱいだね。うん、いっぱい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 。はい。世界地図の袋の中に。世界地図みたいね。お財布。お財布じゃないの？鍵とかをつけるやつじゃない？ほら。お家ってこんなに鍵あったかな。車に乗らないから、うん、お家の鍵と、なんだっけ、自転車の鍵とぐらいかな。うん、あ、倉庫の鍵は？ああ、そうだね。あれ、倉庫の鍵ってカードだっけ？ああ、なんだっけ、もう忘れちゃった。番号合わせるやつだったかもしれないね。うんうん。うん、なんかこんな立派なのいただいちゃって、どうしよう。ほんまやね。うん。じゃあ、かけるものがあるといいなっていう感じで、すごい立派。
これはハンカチでございます。はい。お、これってこの子前にもらった。あ、本当だ。プリ、よく覚えておるな。うん、キャラクター、絵本と絵本にとかにある。開けちゃおう。プリ、はい、かわいいねずちゃんのこの子です。レオライモニーズフレンズ、はい、うん多分絵本とかにで見たような気がするんだけど、私もきちんとは知らないんだけど、あのテルクルの子かな、うん、はい、そう、このネズミさんかわいいよね。これはジャン君たちじゃなくて、うん、自分のあれにするためにお渡ししてません。なるほど。お渡しするとボロボロになっちゃうので。さあ、そして今度は。あ、これは何？ああ、世界地図だね。世界地図のあれじゃん。あの、なんていうの？ファイルを入れる。はいはいはい、ちょっと小ぶりのやつ。B5 ぐらいかな。うん、ちっちゃい。B5 もちっちゃいと思う。そうか。うん。あ、ちゃんと違うんじゃんね、うん、場所が。北半球と南半球だね。おお、これでこういうことだね。これで勉強ができ、あ、本当だ、つながる、うん、はいはい。日本がないか、この中に。日本はないかな、ないんだね、アメリカが中心なんだね。そうだね。はい、うん、アメリカ、ノースアメリカって書いてある、うん、英語サイト、英語サイトね。こっちはサウスアメリカ、うん、なるほど。あ、ごめんね。カルディさんの、はい、カルディ、最近なんかいっぱいこういうグッズが出てて、センスがいいのでね、すごいね、なんかおしゃれだね。こちら買えなくなったから花って、うん、東京だったらカルディがあったのに。そうだね、うん、この辺見かけないよね。そうね、まあもうちょっとあの町田とか行けばいいかな。都会の駅だね。そうだね。なんかなんだろう、セイロンティー。あ、そうかそうか。カルディだからお茶を1個つけて、こういうのもあるってことね。そう、いつもなんか、はいはい、キャンディーとか、チョコとか、そういうお菓子がね、つくんだね。お菓子とかね、コーヒーとかね。これは何？こういうあの、デザインもかわいいよね。かわいいよね。いいよね。このカルディのキャラクターの、ヤギさん。うん、これは何でかっていうのをこの間書いてあったね。なんでこれになったかっていうのがね。よくわかんない。知らない。本当？はい。いっぱいいっぱい。あ、これはこれにつけるやつかな。ワインダーってことだね。そうだね。これだね。きっとね。かわいい。かわいい。爪切り。爪切りすごい。立派だ。ちゃんとヤスリもついてるよ。うん、そうだね。うん。あの、人間のヤスリより、目が、強烈っぽい。強烈？見えないか。見えないと思う。暗いと思う。開ける？開けてみよう。うん。ここがチャックになってるっぽいんだけど。うん、これが、あ、カメラの電池が切れる。あ、電池が切れる。どうしようどうしよう。あ、取れた。よしよし。はい。こういう感じでーす。なんかすごい強力そう。うん。うちにあるやつより絶対強力そう。大急ぎでこれを。はい。電池切れる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 。頑張れ頑張れ。電池頑張れ。電池が切れるほどたくさん。あ、ティースプーン。
プーン。そうですね、ほんほん、湿気を吸い取るスプーン。あ、いいじゃん。なるほど、これを入れとくとさ、容器の中も乾燥するの。そうそう、お砂糖の中とか塩の中に入れとくといいとかいう、テレビで見たことがあるぞ、はい。そしてボールペン、ありがとう。そしてこれはホッチキスかな。あ、もしかしたらあれかな、パチンってやる、芯がいらないやつ、いらない方、うんうん、あ、これあれだ、コロコロコロで閉じる、うんうん、なるほど。あ、5枚閉じられるよ、これいっぱいになったんだね、うん、はい。そしてこれは、あの名前をところを捨てるときにコロコロってやるやつですね。はい、なんか便利グッズになる ね。あ、そしてこれは、これはフックにかけるっぽいね。あ、そうだね、キーホルダー、キーホルダーだね。あ、あのフラミンゴさん、急に切れるかも。あ、急に切れるかも。フラミンゴさん、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。いっぱいいっぱい袋もいっぱい出てるからよいしょ。